大場影地下は、平安時代末期の相模国の武将、平良文の末裔である、鎌倉影政の流れを汲む大場氏の一族、平時の乱後に、平家の忠実な家人になり、自称四年に義友の維持、源頼朝が挙兵すると平家法の武士を率いて、石橋山の戦いで頼朝を撃破した。しかし、安保国へ逃れた頼朝が再挙して、多くの東国武士に迎えられて、 鎌倉へ入るとこうする術を失う。頼朝が藤川の戦いで兵士に対象した後に降伏し処刑された。大場氏は坂東八平市の鎌倉氏の流れを組む一族で、相模国大場見クリアの月食を送電していた。天陽元年に源義朝の老頭が相模国田所木代と共に三浦氏中村氏を率いて大場見クリアに進行した。 この義朝らの行動は、朝廷から不問に付される。方言元年の方言の乱では、義朝の軍勢に属し、兄の影吉と共に、白川北殿の西門を守る源のためともに、挑みかかり、五三年の役で、源の吉家のもとで戦った、鎌倉影正の末裔であると名乗りを上げた。号泣の勇者ため朝はから屋を放ち、影吉の左の膝を砕いた。 影地下は落馬した兄を助け出して退散している。方言の乱は、吉友の属する後白河天皇方の勝利に終わったが、平時元年の平時の乱で吉友は、廃止して源氏は没落する。その後、相模国の国が在長慶合族の三浦氏や中村氏は吉友に近い立場であったため、相模国内においては劣勢に立たされ、逆に、 吉友とは疎遠であったと思われる影地下は平家への接近に成功し、それによって、相模国内の大橋の立場は強化される。自称四年五月、持ち人夫と、源の頼政が、兵士打倒の兵を挙げると、足利忠刀の兵と、共に追悼の任に当たり、これを破った。その後も在京していた影地下は、平家の家人の数佐助、伊藤忠清に呼ばれ、 駿河国の長田入道から北条時政と引き加門城が伊豆国の留任の頼朝を擁立して謀反を企てているとの密書があったと知らされる。実際に頼朝は挙兵を決意し内々に準備を進めていた。頼朝に同心する者の中には兄の影吉もいた。8月2日に東国の所領へ帰国した影近は9日に佐々木秀吉を自邸へ招いて頼朝に 無本の疑いあることを相談した。秀吉の息子たちはすでに、頼朝と意を通じており、驚愕した秀吉は直ちに頼朝に死者を送り告げた。この報告を受けて、頼朝は挙兵を急ぐことを決める。17日、頼朝は挙兵し、出雲区大、山木兼隆の館を襲撃して殺害。頼朝は三百余器を持って、土井寂平の所領のある、相模国土、卑怯まで進出した。 影地下は頼朝を迎え撃つべく弟のまたの影久を、はじめ渋谷茂国、か谷や森久、熊谷直ザら兵士砲3000余期を集めて、石橋山で頼朝の軍と対峙した。23日、三浦一族の軍勢が頼朝と合流すべく迫っているのを知った影地下は、大雨の上にすでに火が暮れているにもかかわらず攻撃を仕掛けた。数に勝る大場勢は圧勝し、 貨兵の頼朝軍は壊滅して山中へ逃げ込んだ影地下は山中をくまなく捜索させるが梶原影時が頼朝の所在を知りながら影地かを別の山ポーへ導いたために取り逃がしてしまった頼朝は土井佐平の手引きで船を仕立て安保国へ逃れる9月2日に頼朝巨兵を知らせる影地下の早馬が平野清盛のいる福原に到着し 追悼軍の派遣が決められるが、編成は、父として進まなかった。その間に、頼朝は、安保国で再挙して、房総半島を進軍し、千葉常種、ね、カズサ広常はこれに加わり、武蔵国と下佐国との国境の隅田川に達した9月末には2万機以上になっていた。10月には、都島清春、河西清重、足立縁元、川越重頼、江戸重長。 畑山重忠ら東国武士が続々と頼朝に参人して数万金に膨れ上がり、影地下には抵抗する術がなくなってしまった。10月6日、頼朝は抵抗を受けることなく鎌倉に入った。平これ森を総大将とする追悼軍の新発は、遅れに遅れ、諸国のかける武者をかき集めながら進軍するが、最国の飢饉のために士気は低下していた。 10月13日にようやく、駿河国へ入ったが、その直後に、現地の兵士法の駿河木内立花園茂が買い、現地に撃破されてしまう。18日、影地下は、兵士軍と合流するために戦機を引いて出発するが、西法はすでに敵型に固められていたため、やむなく、兵を解いて、河村山へ逃げ去った。20日、富士川で、現地の大軍と対峙していた。 平これ森の兵士軍は戦わずして敗走してしまう。妻塚つか観音堂、三島市東本町一十三大場影地下港の、妻を祭る御堂、最寄り三島田町駅二十三日、影地下はついに降伏し、かずさ広常に預けられる。二十六日に片瀬川で処刑され強師された。頼朝の挙兵に早くから参じていた兄の影吉は、御家人に列し、鎌倉幕府に仕えて、長寿を、 全うしている。ありがとうございます。